高速でバスが壊れました。おはようございます。ボンジュー。ボンジュー。おはようございます。おはようございます。やってきました。やってきました。どこかのホテルかな、ここは。今はね、早朝ですね。朝6時30分ぐらいです。はい。今日はどこに行くんですか。本日は古城巡りでーす。やったー。やっぱり、ね、ヨーロッパといえばお城。お城ね。ね。なんせ私北海道出身なので、北海道にはもうお城すらちょっとね、一応五稜郭、五稜郭ぐらい跡地ぐらいな感じしかないので、やっぱりちょっと古いお城に憧れがあるので、古城巡りにツアーで参加したいと思います。ね。今日はパリからちょっと離れるんでツアーで行ってきます。この旅唯一のツアーだね。そうだね。うん。一個だけツアーにね、ちょっと自力では難しいということで難しそうだなと思ったので参加しました。はい、はい、じゃあ3カ所巡る予定なのかななのかな、うん、まあ、はい、あまりよく分かってませんが、こちゃんあまり分かってません予定はあんま知らないあと実はですね、はい、昨日トラブルがありまして、いやーねーちょっと参ったね。いや参ったね、参った参った泊まってるホテルで瑞希がドライヤーをかけてたらですね、うん、なんか急にブレーカー落ちて電気が、いやその前にねシャワー入ってたら急にシャワーがどんどん冷えていってお水になっちゃって、お水になり、でその後寒いってなりながらドライヤーをかけてたらプンって言ってブレーカーが落ちました。はい、だけどねブレーカーらしきものは全部オンになってる、ね、そうなのね、室内のブレーカーらしきものを探してもオンってなってて、もうお手上げで、うん、で当然スタッフがいるホテルじゃないので、うんうん、連絡もつかず、どうしてか分からなくても真っ暗のまま電気のない夜を過ごしました。何も充電もできず寝てで起きてね、ヨーロッパは日の出が遅いので起きた時まだ真っ暗で、真っ暗の中お化粧して明るくなった時にどんな顔になってるか分からないっていうサプライズで行くのかな。あ、来るみたいです。バスか。はい、出発します。行ってきます。はい、到着しました。到着しましたなんか食べとるお腹空いちゃって朝早かったんだよねそうだね、羊おるね、うん、そしてその奥にはお城がねえ、ちょっとなんか足場組まれてるけどめっちゃ工事してるまず1個目はシャンボール城です。シャンボール城、なんか16世紀頃に作られたお城だということは知っている。おお、さっき言ってたライドさんが、うん、うんうん、では行ってきましょう。行ってみようか。こんなお城初めて。ね、うん、ヨーロッパのお城テンション上がる。ねえ。テーマパークじゃないよ、本物だよ。そうだよね。お城が見えてまいりました。見えてまいりましたが、包まれておる。包まれておる。まあでも中入れるからね。ね。中を楽しんでいきましょう。でも見えてる部分だけでもすごいね。すごいね。すごい。16世紀にこんなん作ったの。よくもう。掘った人の気持ちを考えたら目も合っちゃいそうこんなにたくさんの装飾がすごい、見て旗が飛び立ったよ今お城の塔からすごいね。ね、お城の、あ、すごくない、蜂のテラスみたいなとことか奥の、何あれ、すっごいね。ね、どこまで入れるのかなこれ。どこまでも限りなくやめた大きいね。大きいね。ここのメインの扉からじゃなくて横のちっちゃいところから来たね。あ、本当だねすごい。なんかこのシャンポール城はさ、うん、私たちこの音声ガイドを持ってまして、はい、それによるとシャンポール城は別荘的な、うん、本当に王が常に滞在した政治の中心の場所ではなくて、権力を誇示するための大きなお城だったと、要人とかを招いたって言ってた ね。狩りしに来たって言ってたよ。うん、大きいね。でかいな。おお、すごい。ここが本当のお城なんだもんね。ね。おお、すごい、ゴージャスやな。見てこれ、イノシシ、壁のイノシシ狩り。へえ、
ピノシシ飼ってるもんね。あ、本当だね。うん、この階段が大事らしいね。ねえ、後へ登ってみようと思うけど、この階段を中心にお城が作られてるんだと言ってましたね。プロポーション、お城のプロポーションはこの階段によって決まっていると、ね、すごいよ。うわ、すごい、鹿だらけや。鹿だらけだ。これ角は本物かな、ぽいよな。ねえ、階段を登ってみましょう。もうダメだ。それじゃ狩りに行けないよ。狩られてくる鹿をお城で待ってますわ。そういう人もいたかもしれんね。美味しい鹿肉を待ってますわ。玉座かな、ね、座りたいじゃん。そこに意外と硬そうだよ。本当ね、クッションしかないもんね。うん、タペストリーがすごい、すごいね、綺麗じゃない。こんな部屋にしよう。タペストリーをどこで買うの。すごい、やってきました。あ、 お庭がすごい。わあ、すごいね。すごい、おお、あっちの木何、すごいね。ねえ、こりゃ立派だね。あ、みずきそこで写真撮ってあげるよ。あっちの景色もすごいよ。すごい、うん、ほら、お家とかあって。あほう、あ、おー、王様になった気分、ね、あ、キャンピングカー。どこ前、横切ってくる、ほら。あ、ほんとだ。次のお城にやってきました。やってきました。めちゃ綺麗な並木道だね。ねえ、日が当たってより一層綺麗。何の木だろう、すごい背が高いよ ねこんな背が高い広葉樹あるんだ ね楽しみだな。ねえ、わあ、すごいな、めっちゃ逆光だわ。ねガーデンもあるし、なんかさっきよりはこじんまりしたお城だね。うん、でもすごいいい感じ。お城感あるね。お城感ある。カメラじゃ見えんかな。ねえ、ツバメがすごい、すごい。そしてこのお城の何、倉庫みたいな。ねえ、わ、すごいじゃん。お城というかお屋敷みたいでもあるじゃないか。あ、なるほどね。わ、川が、わー、わー、綺麗だね。うん、すごい。お城の中に教会があったね。ステンドグラスがさ、すごい綺麗だね。ね、はあ、初めてこういうステンドグラスのある教会みたいな場所。わあ、これ綺麗だわ。わ、ここは、うわあ、すごいな、なんか。なんかさっきのとこよりも宗教チックの絵が多いね。でゴージャスだね、なんか全体的に。おさっきのところは、え、ベッドあるよ。ベッドは私のあなたの、違う、私の。すごいね、うん、このさっきから布の絵がすごいなと思う。あ、そうだね。ねえ、本当に綺麗。縫ってあんだよね、あれきっと。あの上の文字がさ、うん、眠れるの森の美女とかさ、そうディズニーの昔のやつ出てくる文字の字体、これがね。でこれが本物なんだよね、こっちがね。そうだね。すごい、完全にディズニーランドやん。いや、で本物ってことだよ。ねえ、テーマパークじゃないっていうのがすごいよね、これで。うん、わ、あ、すごい、何これ、なんじゃこりゃ。お食事するとこでしょ。違うよ、舞踏会するとこだよ。え、長いテーブルを置いてお食事するとこじゃないの。え、舞踏会だよ。待って、なんて書いてある。でも舞踏会場だったよ。舞踏会場なのね。こうでしょ。水着見て見て。
イノシシいる。パンを焼いております。これでパンを焼いているわけですね。パンニュでしょうか。生活感を残してくれてていいですね。何これ、陶食器いっぱい飾ってあるね。ねえ、すごい。土鍋じゃないんだね。カスレとか作ってたのかな。カスレってなんすか。カスレってなんかお肉と豆の煮込んだお料理らしいですかね。違うかしら。でも南仏から来たちょっとあんまり実感ありませんね。わあすごい。今日はご飯は何を作ってるんでしょう。ねえ、今日のご飯は何でしょう。カスレです。カスレですか。カスレしか作んないんだこの城は。城の地下を見て鳩がいる。水が流れてる。あ、すごいすごい上手に入るね。ねえ、こんなベッドで寝てみたいもんですな。でもベッドがあるってことはさ、居室だと思うんだけどさ、落ち着かないねこの部屋は。ちょっと隙間が多いっていうか、ちょっとごちゃごちゃしすぎて俺には落ち着かないな。ちょっとね、急いでいるんですよ、うん、この後ガーデンも見たいからね。もう全然時間足りないね。足りない。お城1時間なんてあっという間だね。じっくり見たら2時間だね。うん、サラダめっちゃ美味しい。マジで。うん、サラダうまっ。ね、何このナッツみたいな。めっちゃ美味しいね。なんか雑穀みたいなの入ってる。フィッシュも美味しい。うまい。うん、何で食べたフレンチに比べればやっぱちょっと簡素な感じはするけど、うん、でも全然美味しいね。十分美味しいね。うん、美味しい。景色はこれあったかいといいな。そう思った。あったかいともっと美味しいよね。うん、なんかチーズの香りして美味しいんだけどちょっと冷たい。うん、チキン美味しい。絶対20分じゃ食い切れないだろ。じゃない、裏バスの端までに戻れればいいんですけど、うんうん、君がガーデン見たいのかなと思って。綺麗な風景見ながら食べれるのいいな。写真も撮らずに食べ始めちゃった。このね、テラスから見える風景がいい感じなんですよ。綺麗だよ ね、 ね、めっちゃお天気。全然1時間とか1時間ぐらいかけながらゆっくり食べたいぐらいだもん ね、 ね、ワインでも飲んで。うん、ラタトゥイユ大好物なんだよね。あ、そうなんだね、うん、じゃあ本場で食べてよかった。そうそう、食べたかった。最初こんなところに出しっぱなしだった。危ない。ガンガン。でもここはさ、なんていうかお金払ってくる場所だから意外とスリとかいなさそう。お金払ってスリしに来るかもよ。ほんと、いくらなんだろうね、入場料ね。なんか今んとこそんな治安悪い感じはしてないけど、そういうとこに行ってないからだろうね。ね、みんな気をつけてっていうのね。うん、わ、おいしいポテトね。うん、でも柔らかくてうまっ。ね、変わった形してるポテトが。結構チキンめっちゃうまいじゃん。うん、チキンめっちゃ美味しいよね。柔らかい、ほんでこんなホロホロなの。うん、焼いてある感じなのね。ね、三つ目の城。三つ目の城に来ました。来ました。左右対称で美しいと言われているお城ですよ。お、お城って感じだね。ねえ。そしてね、イースター推しなんだよね。推しってか今イースターの時期なんですよ。ねえ、あちこちこう卵が飾ってあるね。ねえ、なんかこの日本だとさ、イベントとして最近ちょっと馴染みつつあるけどさ、本場のイースターっていうの初めて見るね。そうだね、うん、あ、ほら、すごいなんか、なんじゃこりゃ。おお、すごいね。なんか本当に人が住んでたのっていうぐらいメルヘンだね。逆に、ね、あれみたいじゃない、魔法使いの嫁の。ねえ、かっこいい、欲しいね。ねえ、強そう。ファンタジー感ね。え、あれ本物？あんなでかい生物いる？すごい。ウサギめっちゃ住んでる。ここは入れない分さ、すごい再現してあるね当時を。赤ちゃん用のベッドもある。あ、揺れるようになってるねあれ。ね、すごいね。ね、強そうな。
武器庫みたいなところに来たよ。とんでもなくゴージャス、ね、なあ。わあ。これが家。高速でバスが壊れました。こんなことあるんだね。ね、なんか急にバスが止まったと思ったら、オイル漏れかなんか。らしくて、水木さん寝てたんですけど、で、水木がつかなくて今起こしてもらったんですけど、で、新しいバスが来るっていうことで、もうちょっとでバスが着くのかな。うん、でもなんか大きい事故にならなくてよかったね。急に止まってとかね。うん、とりあえずバスを移動します。はい、ちょっとこの後でもトラブルの解決がもう一個あるんで、私は心配になっております。時間が、私の方が心配ですね。はい、初めて高速道路歩いたわ。しかもフランスの。はい、違うバスに来ました。なんか2階建てのバスみたいな。ねえ、なんか観光バスっぽい2階建てのバスに来たから、これはこれで楽しそう。初めてバスの2階に登りました。はい、ではお家に帰ってもう一個のトラブルをね、解決しましょう。はい、はい、はい、電気がつきました。無事一応ね、教えてもらった対処法を試してみたら、あっさりつきましたね。ねえ、いや、順を追って説明しますとですね、はい、まず昨日の夜、結構もうヘトヘトで2人とも帰ってきたら、うんうん、で、瑞希がシャワー浴びてる間に僕は寝ちゃって、寝落ちしてたね、うん、で、瑞希に起こされたら部屋が真っ暗で、瑞希がブレーカーが落ちてしまったと報告してくれて、しかもその前にあのお風呂にシャワー入ってたんですけど、シャワーが途中でみるみる水になっていって、お湯が出なくなり水シャワーになってしまい、そこでへこんでたところにドライヤーをかけていたらプツって言って停電、ブレーカーが落ちて、もう寒いし暗いしみたいになっちゃって、今回は全然瑞希に日はないと思うんですよね、どう考えても。でもこのハプニングの中起こすの申し訳ないなと思いつつ、浩平くんって言ったら、あの浩平くん、ちょっとあのシャワーが水になり、あのブレーカーが落ち、お部屋枕ですって言ったら、え、どういうことってもう一回聞かれました。俺は覚えてないけど、そらそう聞くだろ。そしてブレーカーがね、ここにあるんですけど、これは全部オンだったんだよね。もう全部オンだったの。だからブレーカーどっかが落ちてるんだったらパチッと上げるだけかなと思ったけど、全部オンで、で、この辺のなんかわけわからん機械があるんだけど、なんか瑞希がボタンを押してみてもなんともならないし、うん、それでホテルに連絡しようと思ったら、ここすごいスマホの電波も悪くて繋がらず、うん、あの電気が落ちてるから Wi-Fi も繋がらず、で、booking.com で予約取ってるから僕しかあのホテルと連絡できないんですけど、僕のスマホが全然繋がらず、もう昨日の夜諦めて寝るしかないという状態になり、結構絶望だったよね。絶望。スマホの電気なんせ、そう、私たち電子機器が多いから、そう、全部一切のその充電をできずに翌日の撮影を迎えるというね。そう、家から持ってきてフル充電にしといたモバイルバッテリーの充電のみを頼りに、うん、今日乗り切りました。朝もフランスは日の出が遅いので真っ暗なまま、朝5時とかに起きたしね、5時とかに起きて真っ暗なまま運試しみたいな感じでお化粧してもう何色になってるかもわからない状態で、あのスマホの電気つけてペットボトル乗せる災害の時にやるやつで、それをやって瑞希はお化粧してました。ひらめしやみたいな状態でお化粧して、
で、まあ古城ツアーに行かなくちゃいけないからとりあえず出かけて、うん、スマホの電池とこのカメラの電池を気にしながら一日恐る恐る過ごし、で、まあ一日無事終わったねと。実はその古城ツアーの途中でカメラの電池は切れちゃったんですけど、まあまあいいかと思って、楽しむことができたからいいかと思ってバスに乗って帰ってきてたら、パリまであと20分ぐらいのところでさっきのバスが高速道路で止まるという、そう、今度は瑞希が寝ていて、うん、結構みんなざわざわしてたんですけど、そうなんだね、瑞希は一切気づかずずっと一人寝てて、でもまあバスそろそろ着くかなっていう頃に一応起こして状況説明したんですけど、うん、こうちゃんはなんか昨日のことがあったからかちゃんと今から今起こっている状況を説明してもいい？聞いてくれてねいきなりね、高速でバスが止まってって言ったらびっくりするかなと思って、え、どういうことってなっちゃうから一回聞くみたいになっちゃうからね。それでその古城ツアーの途中でBooking.comでのメッセージ機能みたいなのでホテルの人とやり取りして、うん、あの電気がつかないんだけどと、で一応やり方を教えてもらったんですけど、うん、もう適当だから本当に、実は予約の時点からだいぶ適当なところは見えてて、うん、だからちょっと不安で、僕たちが出かけてる間に鍵開けて入ってやっといてくれないかと、また夜になって帰ってきて電気つかなかったらまた電気なしで過ごさなくちゃいけないじゃんと、それはもう無理だからって言ってお願いしたんですけど、断られ断られ、こうやってブレーカー復旧しますよみたいなやり方みたいなのを、うん、画像を説明文書送られてきて、うん、まあ英語なんですけどもちろん、それを見て今やってみたら電気がついた、なんか必殺技みたいな、合わせ技みたいなボタンなんか操作しなきゃいけない、わかるわけないやり方だったみたいな書いとけ書いてどっかに置いとけ、そんな風になるのな、ね、なんかマニュアルとしてこんなすぐ落ちるんだったらね、なんかラミネートして置いといてもいいよ ね。しかも多分それマニュアルでその人自体はやったことなくて、うん、ちょっとこの2番のところが分かんないんだけどみたいに聞いたら、いや私も分からないからとりあえずホテルに着いたらまた連絡してみたいな感じでお前もう分かんねえのかよと思ってやったことないんでしょうね、うん、すごいドキドキしてたんですけど、うん、まあ、無事復旧できてよかったです。よかった、今日は電気のある夜を迎えられました。いやーよかったよ。あとはシャワーが水にならないかという恐怖を抱えて、それはまだでも絶望の中の光だったのは、瑞希はシャワー浴びてて僕はシャワー浴びれずに結局寝て、うん、あの瑞希は水になっちゃったって言ってたから、うん、朝でもどうしても頭かゆかったしもうダメだと思って水で入る覚悟でシャワーに臨んだら、その時はお湯だったんですよ。なんで？わかんない、電気ないから給湯器切れてるから絶対水だと思ったんですけど、うん、天国かと思ったよ。そしたら水だと思っててお湯が出たら天国かと思った。人は多くを求めなくなるんですね、ハプニングを重ねると。はい、はい、まあ、そんなわけでハプニングの多い一日でしたが、なんとまだ一泊しかしてない。いやそう、びっくりした、盛りだくさんすぎてね、あんなこともこんなこともあったのに、もちろん楽しいこともいっぱいねあったのに、まだ一泊みたいなね、うん、これが旅ですよ。ですね、うん、いいことも悪いことも。ではでは、遅めのご飯に行ってきますわ。行きます。今現在9時過ぎか、9時半か。でもね、ついさっき日の入りがあったばかりなので。そうだね、うん、なんかパリは全体的に遅いね。うん、あと週末だから結構どこもにぎやかだったね。そうだね、うん、では、はい、今にお腹減ってないけど食べていきます。いきます。ではまた次の動画で。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。